あ、誕生日おめでとう。わー、ありがとう。イエーイ。びっくりした？びっくりした。おでこに紐の先が直接かかったよ。25歳の誕生日です。じゃあ今日はカオの誕生日なので僕がおもてなしします。やったー、イエーイ。ちょっと待ってね、仕込んであるから。じゃあまず一つ目のプレゼントからいきます。はい、はい、どうぞ。あー、ありがとう。いつ書いたの？さっき。やだおめえ新しい年も。おー、じゃあ、かわいい、かわいい。これかわいいよね。25歳の誕生日おめでとう。今年もたくさん楽しい思い出作っていこうね。今日は何でもわがまま聞くよ。あー、そうなんだ。もっと早く渡してよ。もう昼過ぎちゃった。っ確かに。ありがとう。はい。センスいいね。いいでしょ、カオが好きそうなやつ選んだんだ。すごい好きそうでしょ。続いてこちら、本日のお品書き。はい、今日はね、うん、僕が料理作るから、カオのために、うん、だってずっとキッチンいるもん。ずっとだってこっち見ちゃダメだよって言ってさ。そう、今日のお品書きはこちらでございます。全然わかんない。出てくるまで内緒なの。内緒。そう、ただ全部もうカオの好きなもので用意したから。決定してんだ。そう、さっきスーパーでも爆買いしてた。そう、爆買いして高級食材を用意してきたから。高級なの。そう、へえ。下書きしたな。え、そう、ちゃんと消したでしょ。うん、ちゃんと消した。うん、下書きしてんのみんなが好きなの、カオ。あ、そうなの。下書きしてくれてるってさ、思えるし。でもうね、仕込みはしてあるから、あと2品ぐらい作って、うん、カオと食べようと思います。はい、お願いします。服も買ってこようと思ってたのに忘れちゃった。でね、もうね、スープと小鉢は作り終わってます。うんうん、なので今からカオの好きな肉料理と海鮮料理を作ろうと思います。うん、はい。じゃあまず肉料理の具材出すね。うん、目の前でキッチンしてくれんだ。そうそう、そういうやつ。いいね。何それ。これでできるものは何でしょう。てか、お白滝で分かっちゃった。何？すき焼き。てか、やったー。肉買ったんだよ。すごい、紙の袋だ。そう。おー、じゃーん、すごい、いい肉買ってきた。え、どうなってんの？分かんない。袋に包まれてる。すごい。すごいね。スーパーでね、一番高い肉買ってきた。へぇ、だからさ、その旅館で出てくるさ、うん、肉買い一枚うん、食べるやつ、あれやろう。家でいいの？あ、そういうことか。できない。あ、でこういう感じでいいじゃん。いいね、いいね。えのき、このぐらいかな。うん、じゃあ次海鮮お見せしましょう。ネギ太郎、なんかちょっとサーモン、そしてなに、いくら2個。やったー。これでお寿司作ります。あ、やったー。軍艦巻き。あ、軍艦にしてくれんのこれ。そう、二面に炊いた米がありますんでね。あ、もう準備万端ですね。はい、まあいいんじゃない。はい、ともや寿司です。おー、今日のおすすめはイクラです。イクラ、軍艦ってね、うん、冷たいっていうか冷ましたお米の方がいいんだって。握りはあったかいお米でやるけど。調べたの。そう、いろいろ調べたの。海苔はね、うん、この海苔の6等分が軍艦の海苔なんだって。もう一枚出しといて。はい、お客に手伝わせるんですか。はい、うちはそういうスタイルで参加型って言って、参加型いけまーす。味方次第って感じですね。もう初めて見るんだけど、包丁で乗り切ってるの。ちょっとハサミでやってみようか。あ、絶対こっちの方がいい。何わがまま言おっかな。でももう昨日1個わがまま聞いちゃったからさ。寝る前にマッサージ。じゃあ握りますんでね。はい、じゃあ手を
いいですね。やってどうやってやんの。けどね、ちゃんと握るわけじゃないんだって、軍艦は丸めるって感じ。そうそう、2本分の指のぐらい。こうして、ダメだ、難しいぞ。ちょっとうちの寿司は硬いんですよ、米。あ、そうなんですか。固めでやらせていただいてるんで、で、こう。おお。わあ、すごいじゃん、いい感じじゃん。できてる、できてる。うちのはイクラは全部こぼれイクラなんで。うわ、ドバー。うわー。こんだけいきますんでね。すっごい。二階建て。わあ、二階建て。じゃあ分厚く。これの。こう。はい。今回食べれるかな。お寿司。やった、ありがとう。あの好きなスープ。はい。じゃーん。おー、かぼちゃのポタージュ。美味しそう。あ、これは分かってたでしょ。かぼちゃ切ってたから。じゃあ次、小鉢。何小鉢って。こちら、牛すじ煮込み。牛すじか、これ美味しそう。豪華だね。そう、じゃあ今日夜お酒飲むじゃん、おつまみ。あ、なるほどね。そう、そしてカーブの好きな飲み物、はい、こちら。安田ヨーグルト。安田ヨーグルトだ。その大好きな新潟の。そう、だから今日のご飯はカオの好きなイクラの寿司、すき焼き、かぼちゃのポタージュ、牛すじ煮込み、ヨーグルト。やったー。カオが全部好きなもので食べさせたかったの。なるほどね。そう、思い出してたもんね、一生懸命。そう、ありがとう。うん、じゃあ食べよっか。実食。うん、いただきます。どうぞ。ありがとう。うん、何から食べるの。何から食べればいい。分かんない。やっぱ寿司から食べよっかな。うん、イクラから。うわ、すごっ。なんか重いんだけど。食べるよ。うん。溺れてるよ、なんか呼吸困難になってるよ。うん、おいしい。うん、あ、よかった。でかかった。おいしい。おいしい。うん、よかった。うん。わぁ、いいね。ドロッとしてた。そう、濃いめに作った。今日はちょっといいね。いただきます。うん、おいしい。おいしい。牛すじ食べよう。うん、牛すじ食べて。思いつかなかった、牛すじを。俺は思いつかなかった。うん、僕もさっき思いついたの。あ、そうなの。スーパーに売ってるの見つけて、全部で50分ぐらいで、今回。うん、おいしい。めっちゃおいしい。おいしいでしょ。うん。すごいと思う。なんか食べれると思う。すごい疲れた。食べ疲れるし、なんか一個一個がさ、重いよね。はい、あの半分外れ。じゃあ初めての土鍋使います。おい、よいしょ。いい匂い。ステーキの匂い。ね。これもいいやつ買ってきた。なんかお酒みたいなさ、綺麗な紙に包まれてた。そう。うわあ。ただしいたけと。おお。のきと。おお。じゃあこの辺に。おお。よいしょ。おいしそう。肉入れさせていただきますね。はい。おぉ、どう。わーい。うわー、すごいぞ。おいしそう。いくよ。いいよ。取ります。はい。
はい、じゃーん。はーい。いただきます。どうぞ。うん、美味しい。うん、よかった。うん、はい、はい、じゃあ一つ目のプレゼントは手紙でした。二つ目のプレゼントが豪華料理セットでした。うん、じゃああと最後にもう一つ。はい、ちょっと待っててね。はい、どうぞ。ありがとう。おめでとう。何してんの。味わってた。あ、そう。ありがとう。これ実はね、一緒に買いに行ったんですけど。なんだろう。なんでしょうね。サマンサタバさんって書いてある。そうです。サマンサタバさんです。ずっとカフが欲しいって言ってたやつね。そう。ファイヤー。デレリガリン。デレリリン。デレリリン。デレ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 デパスケース。今は何のケース使ってるんですか。今は100均で買ったケース。100円の何にもない透明なケースだよ。オッケー。おお。じゃん。いいね。ちゃんとすっぴ。そして中にはね、桜がね、こう、ほらキラキラーって。すごーい。よかったね。やったー。そしてパスケース。おめでとう。ありがとう。うん、大事に使ってね。なんか持ってるもの全部なんかトモヤに関わっちゃう。全部だよね。お財布もそうだし、カバンもそうだし、これもそうだし。はい、ということで今回はカオの誕生日をお祝いしました。はい、よかった。よかった、うん、その以上に贅沢な、そう、贅沢な日にしたかった、うん、今日25歳おめでとう。ありがとう。 Twitter とかインスタとかコメント欄とかでお祝いしてくれた人もありがとうございます。ありがとうございます。全部読んでます。今年も1年頑張ります。